分これで、あ、YouTube の配信が始まりました。はい、じゃあ時間になりましたので始めたいと思います。あ、いらっしゃいましたね。Zoom の方の方も、はい、はい、じゃあまずちょっと趣旨説明を簡単にして、その後すぐに木本さんの方にお渡ししたいと思います。今回、一連のワークショップの第6回目くらいかなということで、主に家にいる間にですね、特にフィールドワークをされている方が、その自分のフィールドワークできない状況の中で自分の手元にあるデータを使って何か新しいことができないかということで、いろんな技術を、学ぼうというワークショップですね。今まで正規表現だったりとか、コーパスの使い方だとかってことを、やりました。で、今回ですね、イーラン入門の、著者の一人である木本さんをお招きして、談話を管理したり注釈をつけたりするイーランというソフトウェアの講習会を、開きました。はい、ということで、じゃあここからは木本さんに、バトンタッチしようと思います。お願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、はい、これは今 YouTube の画面開いてるんですけども、今共有になってないっていうか、一番最初のイーラン講習会っていう画面になってるけど、これは自動で切り替わるんですか。はい、切り替わります。今ちょっと変えたので、多分15秒ぐらいラグがあると思うので。あ、そうですか。変わるはず。はい、はい、じゃあこっちを勝手に進めたいですね。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。今日はですね、書き起こしの、やり方を勉強するということで、講師に呼ばれまして、木本幸典と申します。特に今回はイーランという、読み方はエランという人もおるし、イーランという人もおるし、どっちかよくわからないですけども、そういう書き起こしソフトがマックス・プランクの心理言語学研究所ですかね、そこから作られていて、それが世界的なスタンダードになっています。で、それが結構ですね、ややこしい部分もあるので、概念的に理解するというのがちょっとワンステップ重要っていうか、それを乗り越えれるかどうかが一つの鍵になるというところがあるので、そのプラクティカルにどういうふうに使えますっていうのと同時に、このソフトウェアがここを理解しないといろんなコピーペースの機能とかいろんなことが使えませんよということがあるので、その辺も含めてですね、勉強を提供できたらなというふうに思ってます。でですね、一番最初にいろいろ言う、イントロダクションを言ってもですね、あんまり漢字がわからないと思うので、まずイーランのファイルを開いて、ちょっと僕はこんなことができますっていうのを見たいと思います。で、例えば、これ今日皆さんと一緒に作るファイルですけども、例えばですね、これ。もしもし。はい。これでね、15分間無料で喋れるんだそうです。こういうファイルを皆さんで一緒に書き起こしていくわけですけども、例えばここを選択して、で、ここで選択部分を再生っていうのがあるんですけども、これで。はい。はい。はい。何度も聞くことができるとかですね。で、もちろんここにですね、はーいとか言って書き起こしができるという感じが基本的なところですね。で、その再生で言うとですね、再生音量ができるんだけど、例えば再生スピードね、再生スピードを落として100% だと、はい、これを、はい、はいだと分かりにくい。これでね、これでね、これが、これでね、ナチュラルスピードですね。これでね、こういうふうにスピードを落としたりできるということですね。別に速くするのは、これでね、あんまり使わないと思います。めちゃくちゃ
あの何早く書き起こしてめっちゃ耳がいいっていう人ぐらいは以外はあんま使わないかなと。まあこういう機能があったりとかですね。まあここにあるようにまあこれでねというこれでねいうところに例えばですねこれ話者ごとにあの別々の書き起こしがしてあるわけですけどもこれでね15分間無料で喋れるんだそうです。まあこういうふうに話者ごとに別々の書き起こしをしたりとかそれに対してまあテクストに対してトランスレーションをする層を作ってですねこのサービスでっていう英語をつけたりですね語ごとに分割をしてでそれに、グロスを振ってでそのそれぞれの発話の参照番号をつけたりとかですねあの発話の参照番号をそれぞれにつけたりまあこれは自動でできるんですけども番号を振ってまあこういうのができたりするということですね。でまあ他にも例えばその検索機能はもちろんあるんですけどもこの複数の EAF ファイルこれイーランのファイルのことですけどもあの串刺し検索することができますんで例えばですね、これ画面っていっぱいいっぱいで見えてますか？中川さん。いっぱいいっぱいとは？あの、見やすい大きさで見えてるんでしょうか？それとも字がちっちゃすぎるみたいなことあるでしょうか？はいはい、大丈夫です。はい、OK です。例えば、ナッパティとかで調べたら、出てくるということですね。はい。で、ここを例えばクリックするでしますね。ここをクリックしたら、当該発話が出てきて、ハティングムバンプーリプリシャナナッパティ。ナッパティの例が出てくると。いうようなことができるとですね。で、まあ、それでですね、複数の層で書き起こしをしていたらですね、例えば単語のこの層だけを検索したいとか、トランスレーションだけを検索したいとか、まあ、そういうのもできますね。まあ、そういうのもできるということですね。まあ、その辺は、このティアでいろいろやることが出た、グロスだけで、例えばデフィニット。何でしょう、ジェニティみたいなんで出てくるという感じですね。まあこういうふうにできますと、まあこんな感じですかね、長所としてはね。なのでまあいろんなことをやりますけども、このうちの一部ができるようになるというのが今日の目標になります。これはどこで書いたかというと、利点ですね。はい。利点のことを今喋ったんですけども、書き込む箇所を何度もスピードを落として再生可能だということだけでも、大きいですね。で、さらに発話に対して多層的な書き込み、例えば音声表記の列と、正処方の列と、携帯素ごとの分割と、大訳と、みたいな感じができると。で、モノローグだけじゃなくってですね、A さんと B さんで喋ってるやつもそれぞれの層としてできます。ね、で、今お見せしたように複数のファイルを統合してコーパスとして利用ができますので、ご存知の方は正規表現を使ったりとかですね、できますし、層ごと、例えばトランスレーションだけでやりたい、グロースだけで検索したいみたいなのができます。で、まあ、エクスポートが充実とる。これはまあ他のソフトウェアを使う人向けですけども、プラートとかフレックスとかツールボックスとかに、エクスポートができます。で、まあこういうことです。皆さんにはですね、このレジュメですけども、このレジュメは今、それこそですね、エクスポートして PDF にしたものがあります。でですね、今日の資料の中にちょっともう一回ですね、テンプレートファイルとかダウンロードしてくださいっていうドロップボックスの、
リンクをシェアしていると思いますけども、その中にあります。これはホームページであるんですね、確かね。ここ、公衆で使いファイル、ここのホームページのここ、もしくは、YouTube にも上がっていると思いますが、ここをクリックしたら、何分前ぐらいにアップロードしたかな。これ、昨日アップロードした人には見えてませんけども、さっきこれ、イーラン入門っていうこのファイルをアップロードしましたんで、ここにもう一回アクセスしていただいたら、この PDF、今日のレジュメがダウンロードできますので、もし必要な方はダウンロードしてください。はい。今はまだ質問来てないですね。はい。それではですね、自己紹介、ちょっと しようかな。自己紹介。はい。京都大学環境人間学研究科、修士課程。名古屋大学 PD を経て、2019年から兵庫県立大学。兵庫県立大学って言っても、皆さん神戸する、皆さんが想像する神戸みたいな、そういう街並みではなくて、姫路でちょっと、田舎のゆったりしたところです。僕のオフィスの窓を開けると姫路城が見えるというロケーションです。で、私はどういうことをやってきたかっていうと、フィリピンの言語のアルタ語というのの研究を行っています。2012年からですね。で、博論でこの、記述的な文法を書いたんですけども、その記述文法を書くにあたって、この言語は書き言葉がないんで、テックスの資料がないのでですね、音声とか映像データを収録する必要があったんでですね、イーランをよく使ったというのがあります。で、さらにですね、最近関わる機会があって、英検とオーストラリア国立大学の共同プロジェクトでですね、イーランを用いることがあって、それでも結構使ってます。例えば、どれかな、これか。これですね。ここでなんか写真を画像じゃないわ、絵を見せて並び替えさせられて並び替えて答えるっていうやつですけども、談話を作るっていうやつですよね。それでその資料をもとにですね、情報のタグ付け、シンタックスのタグ付けを行って、それをR のスクリプトで取り込んで処理するみたいなことも今やってます。共同研究なので僕は R のスクリプトを書けなくてもなんとかなるっていう感じですね。で、あと、ドイツのバンベルク大学のコーパス構築プロジェクトでも、イーランを用いた発話データの書き起こしを行いました。これは情報構造のあれを見るのにですね、モフォロジカルのグロッシングと情報構造のグロスをつけて公開しているというやつで、今のところ言語はこんだけあると。で、他に参加している人もいるんですけども、まだ公開されてないやつもある。で、アルタ語では、今日の皆さんデータ配ったやつの一部はここからダウンロードした、もう公開されているやつですけども、例えばですね、もともとはイーランでタグ付けしたんですけども、それも世の中にはすごい人がいるもんで、こういうホームページを作ってですね、このイーランでこれ、結構苦労してやったやつがこういう形で、立って見てたアリシアン、立って見てたアリシアン、こういう感じで公開されているという。これ全部ですね、イーランでやってますんで、そういう経験をもとに、書き起こしの方についても述べていきたいというふうに思います。で、今回述べきれないことがある時には、イーランの本を出版しまして、それは言語学サイドの人はあんまり入ってなかったんですけども、総合意分析の人たちが中心となってですね、イーランの本を出版しました。
なのでですね、今回、これ今見えてますかね、今回、触れられないことも多くありますんで、詳しくはこれを参照してくださいっていうふうに言わざるを得ない時もあります。なので、これは最近、Kindle でも公開されましたんで、Kindle でも発売してます。なので、ぜひともこれを買っていただいて、勉強していただければなと思います。だけど、こういうソフトウェアっていうのは、いかんせん本で勉強するのは、めんどくさいっていうか、ね。で、これ、300ページぐらいあるんで、単独の章を読んでも、一応勉強できるようになってるんですけども、だけど、こういう映像でする機会っていうのは結構いいんじゃないかなというふうに思って、今回引き受けさせていただきました。じゃあ、これぐらいを前置きにして、イランのところに入っていきたいというふうに思います。で、イランは先ほど言ったように、マックス・プランクの心理言語研究所を開発したということで、参考文献を挙げておきましたけども、2004年でこれ最初の方なのかな。だけどもう10年以上、これ、が、スタンダードになりつつあるということですね。でですね、これは音声とか映像データの書き起こしを行うソフトウェアでですね、ちょっとトリッキーなので、こういうふうにちょっとコツがいると。で、今日はそれについてお話したいなというふうに思います。でですね、まず下準備を皆さんにしてもらおうというふうに思います。まず、イランの最新版をダウンロードしてインストールして、めちゃくちゃ古くなければ大丈夫ですけども、ダウンロードされてない方は最新版をダウンロードしてインストールしてみてください。でですね、2つ目にデスクトップとかマイドキュメントとかなど、マイドキュメント今ワードであるんで、Windows であるんですかね、知らないですけども、ドキュメンツみたいなところに、分かりやすいところに新しいフォルダを作ってください。ワーキングフォルダを。で、その中に、フォルダーに音声ファイル、先ほどホームページから見てもらったやつと、その他いろいろイランのファイルが入ってますんで、その中にとりあえず投入するということをやりましょうか。それでは、皆さん、じゃあ、インストールされていない人はインストールをして、で、もし、今から進行しますんで、インストールは簡単で多分、迷うところはないと思いますんで、1、2分あったらできると思います。もしそれ、今、ダウンロードされている方は、一回 YouTube をストップしてもらって、もらえたらと思います。でですね、デスクトップや書類など分かりやすいところに新しいフォルダ、ワーキングフォルダを作成して、その中に、ウェブファイルとイランのファイルを入れてください。Zoom でご参加されている方はリアルタイムなので、ちょっとその時間もあるので、ちょっと待ちますね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、今僕の画面開いてますけども、
ワーキングフォルダで、で、このファイルがありますね。このファイルがありますね。この e-learn 入門っていうのももしかしたら人によっては入っているかもしれませんけども。まずじゃあ、ファイル開くところからちょっとやってみたいと思います。はい、では次いきますね。e-learn の基本操作。まずファイルを読み込むところからやってみましょう。作業用フォルダーに、音声ファイルが入っていることをまず確認してください。よろしいでしょうか。作業用フォルダーに音声ファイルが入っていますでしょうか。今、テストジャパン0988というやつが入っています。これは、チャイルズと同じあのホームページのですね、マックウィニーっていう人がやっているコーバスの中でコールホームっていうのがあって、アメリカの人が日本にすごい90年代だと思いますけども、15分間無料で電話する代わりにその音声を学術目的で使わせてくれっていうやつ、昔国際電話が高かったんで、まあそういうコールホームのプロジェクトの中から一つ取ってきました。でテストジャパン0988というやつが入っていると思います。で、ではですね、まず e-learn を起動したいと思います。起動されてない人は、起動してください。で、起動しましたら、ファイル、新規作成。で、add media file というところがありますので、ストリーミングファイルを追加っていうのは僕はやったことないので、メディアファイルを、開いてですね、で自分の作業用フォルダの中のですね、テストジャパン0988ウェブファイルをオープンして、選択の中に入りました。でこれをベースにして新しい e-learn ファイルをこれから作っていくということになります。 OK。 はい、でこういう画面が出てきました。でですね、まず先にですね、自動バックアップをこれ結構取るんですけども、その中にファイル名が不明だとうまくバックアップができないので、まず保存しましょうかね。まず保存しましょう。保存。で、一つのポイントはですね、同じ一応フォルダに入れましょうか、ワーキングフォルダに。で、ここで同じテストジャパン0988っていうところを .wav というのを削除して、テストアンダーバージャパン0988で保存してください。で、これで保存したら、やっとここで作業ができるというふうになります。ここまで大丈夫ですかね。でですね、同じファイル名にするっていうのが、ちょっと怖いなっていうふうに思われる方もいると思います。だけど、それはむしろ、歓迎されることで、それはどういうことかっていうと、同じ動画ファイルとか動画ファイルから音声ファイルを抽出したものに対して、書き起こしアノテーションのファイルがあるっていう、これをバンドルっていうふうに言うんですよ。束、ファイルの束で、これがあることによって、例えばアーカイブするときに対応付けが楽になりますので、アーカイブの管理人の人たちがいろんなファイル名で散らばっていたら、これはどれの音声ファイル対応してるんですかみたいな感じになっちゃうので、同じファイル名で、拡張子だけが異なるというふうな、一つの束で、ファイルの束で管理するというのがポイントかなというふうに思います。はい、雑談。
ではとりあえず、あ、これで書き起こしの準備完了と。ではとりあえず書き起こしをやってみようということで、いろいろいじりながらですね、皆さんでやってもらいたいなというふうに思います。今はごっついシンプルなんで、一つの層で話者が分かれてないんですけども、まあ、とりあえずこれでやってみましょうということですね。まず、どっかに、赤ラインを作ってクリックして、再生。これは普通の再生です。もしもし。はい。これでね、うん、15分間。はい、こういうふうに再生できますね。で、次、ドラッグして、ここのデフォルトっていう風に今層が見えてますよ。ここをダブルクリックしてください。そしたら、これで、ここに書き起こしてくださいというボックスができることになります。で、この選択範囲だけ再生したいという場合には、この紫色の選択部分を再生っていうところを、もしもし、もしもし、もしもし、やるということですね。で、ここにもしもしと書いて、もう一回エンターを押したら、これで書き起こしは完了するということになります。か。はい、じゃあ、皆さんもやってみてください。ここでまあ先ほど言ったように重要なのは再生が2種類あるということです。選択文だけを再生するやつと、赤いバーから選択文関係なしに再生が進んでいくという、はい、これでね、ことの2つがありますんで、これ注意してください。で、ちょっとしたコツですけどもですね、音声を読み取ったここに、波形が表示されるかと思います。で、この波形がですね、場合によってはちっちゃくて見えにくくって書き起こしの助けにならないという時があります。この場合には、この波形のどっかしらを右クリックしてください。そしたら、2つ目に縦ズームというふうなものがありますんで、例えばこれを300倍とかにするとですね、よく見えるようになりますので、自分の書き起こしの音声が、ちっちゃい場合ですね、特にそのこの A さんで勝手に名付けたけど、男の人の方の音声がちっちゃいので、これぐらい大きくしたらやっとその該当箇所がはっきりしますね。こういう感じね。そういうふうにやってくださいですね。はい。次にですね、書き起こしをする場所、ダブルクリックしたらこれ出てくるんですけども、書き起こしのする場所を移動させたりとか、伸び縮みさせたいということが出てきます。で、その時にはですね、Windows は Alt キー、オルタネーションキーで、Mac の場合にオプションキーで、それで真ん中の方を移動させたら、こういうふうにアノテーションを動かすことができます。動きますかね。で、端っこの方をオプションないしオルトを押しながら上にかざすとですね、この両横矢印が出てきます。この両横矢印を動かすことで伸びたり縮んだりするということですね。両端を動かすことができるということになりますね。はい。大丈夫でしょうか。はい、質問はないですね。はい。あと、まあいろいろと自分でいじっていただきたいんですけども、あ、そうか。この辺やりましょうか。これ再生ボタンで選択箇所の再生ですけども、選択箇所の最初に戻るときにはこれを押してください。で、進むとか戻りってめちゃくちゃいっぱいありますんで、これって本当に1ピクセルぐらいだね。1ピクセルぐらい。すごく微細にしか動かない。で、これ1フレーム、
映像が例えば24コマで1秒だったら1フレーム動くと言います。で、これ1秒戻る。1画面分戻る。で、一番最初戻る。これ1秒先に進む。1画面分。1画面分っていうのは今表示されている、波形の箇所の次の部分に行くということですね。で、一番最後まで進むというふうなのがあります。はい。ちょっと皆さん自分でいじってみてください。それで、ですね、複数アノテーションができたとします。ちょっと書こうか。もしもしの次なんだろう。これでね。これでね。はい。はい。15分間無料で喋れるんだそうです。はい、こういうふうに複数アノテーションができたとします。そしたら、この矢印を使うとですね、まあ皆さんちょっと書き起こしされてる間、申し訳ないですけども、もう一回の Zoom の画面に戻っていただいて、今書き起こしが4つぐらい今私の方でやりましたけども、これとこれの矢印を使ったら、前の注釈に戻ったり進んだりすることができます。で、これが先ほど言ったように、アノテーションが複数の層にまたがる場合、例えば参加者が、話者が A、B いた。で、その時には縦、上下の、移動もできるようになりますね。これがこの矢印です。はい。で、再生スピードもちょっと変えてみてください。再生スピード、例えば 70% ぐらいにしたら超絶遅いように聞こえますね。15分間無料で喋れるんだそうです。はい。この再生スピード。これは今、講師とかテキストとかテロップとか歴史のコメント、音声につきメタデータ。この中の再生調整というところでできますね。これでですね、映像と音声を両方読み込んでいる場合には、これをどの音源を再生しますかっていうのが出てきます。今これ、このファイルしか開いてないので、これミュートにしたら全部聞こえなくなってしまいますけども、例えば、ビデオで撮ったやつもここで取り込んでいる場合には、メディアファイルとして取り込んでいる場合には、どっちの音声を再生しますかとかっていうのが出てきますんで、ここでそれを見るということですね。はい。この辺か。格子型にグリッドとして、書き起こした結果を表示する場合にはこれですね。ここでできると。で、テキストで、だけで表示する場合にはこう一列にずらずらずらっと並ぶということになりますね。はい、皆さんもやってみてください。再生調整で音声の速さを調整するということと、グリッド、格子と、格子、アクセントがわからない。格子って僕すごい諸子百科の中国の格子が思い浮かんできてしまうんです。格子でアクセントあったのかな。で、テキスト、をやってみてください。ほんなら、まあ、今自分で書き起こしたやつが現れているはずです。で、次、文字サイズです。文字サイズは、自分で書き起こした文字のところの上にカーソルを持っていって、右クリックすると、2つ目に文字サイズが出てきます。なので、ここの文字サイズで、例えば16とか18ぐらい選んだら、目に優しいということになります。
まあ、この辺もですね、あのコースとテキストで、表示されている上側の一覧、書き起こし一覧もその文字の上に合わせると文字サイズ、右クリックで文字サイズを調整できます。よろしいでしょうか。ですね。で、あと何か喋ることあったかな。文字の大きさ、横幅、はい、横幅やっとこうか。はい、横幅は、ここ、横幅、これが例えば字が埋もれて見えないみたいなね、こういうふうになっちゃって、見えないと。見えないというときには、ここをいじるとですね。右下をのバーがありますので、それをいじったら出てきますね。これで調整できます。よろしいでしょうか。はい。いい調整進んでいます。で、最後にですね、基本編、まあ、これから最大の山場がやってくるわけですけども、まあ、この辺は、まあ、直感的にできると。まあ、原理を理解しなくても直感的にできるところかなと思いますね。で、最後にビデオデータを使うときの注意をちょっと述べておきたいと思います。ビデオで撮った場合ですけども、その場合であってもですね、ビデオデータだけでもイランは音声出してくれるんですけども、残念ながら波形は表示されないんですね、ビデオデータで再生すると。なので、音声データをビデオデータから抽出しておくことをお勧めします。で、抽出の仕方ですけど、まあいろいろありますけども、いろんなソフトウェアでできます、音声を抽出するやつね。Mac であったら、なんだっけ、VCL だか VLC、なんか三角音みたいなソフトウェアありますね。VLC。VLC、はい、あの三角コーンのソフトウェアで十分できますし、いろんなやつできます。で、それでやってください。で、まずですね、で、両方今準備できたとしましょう。で、その場合、まず音声ファイルを読み込んでから映像ファイルを読み込んでください。そうするとですね、デフォルトでですね、音声ファイルの方の音が再生されて、映像ファイルの方の音はミュートっていう風になります。で、逆に映像ファイルから先に、新規作成の時にメディアを取り込む時に、映像ファイルから読み込むと、その映像ファイルが、その、なんだろうな、メインのメディアになってしまうので、そこから優先的に音声が流れますんで、音声ファイルをリンクさせた意味がないということになりますので、この順序ですね、やってもらえたらと思います。もちろんですね、後でどっちを優先するかとかってできますんで、再生調整のところで、オンオフができますので、後からでもできます。すみません、質問いいですか？はい。まず音声ファイル読み込んでからっていうのは、なんかその新規作成ファイルしたら、その何でしたっけ、メディアファイルを追加するのとこから音声ファイルを先に追加するってことですか？あ、そうですね、ここ今見えてますかね。はいはいはい。あとメディアファイルで例えばどの辺の例えば、この635が Web でも MP4 でもあるんですけど、まず Web を読み込んで、で、次に、何番だったっけ ?635。すごい。635の MP4 をオープンすると、この順序にしたら、一番確実だと言いますね。
で、そしたら何が起こっているかというと、どういうファイルがリンクされていますかっていうところで見るとですね、この、ウェブファイルが、あのマスターメディアというふうに指定されてます、自動的にですね。で、2番目に読み込んだやつはマスターメディアじゃありませんので、これを中心に物事が動いていくということになります。なので、実際見てみるとですね、ここで Web ファイルは音量が100になってますけども、 MP4 の音量は0で表示されています。なので、これはあの MP4 の映像からは音が出てませんということがデフォルトでこういうふうにやってくれてますんで、一応この波形データを信頼してこの位置でぴったりとあのできるということですね。まあ基本的にですね、もともと MP4 で収録して、それから Web ファイルを取り出したという場合には基本同期する必要がないので、同じタイミングで同じのが出てきてるんで問題ないですけども、まあこういう一応その Web ファイルの方がクリアな音声が出ているというとかの場合には、あのモコモコしたあの音あのファイル、あの映像ファイルの音声を聞くよりも Web ファイルを聞きたいという場合には、まず Web ファイルから読み込んでくださいということです。ありがとうございます。はい、でですね、音声とビデオ別々の機器で収録した場合にはですね、同じタイミングで再生されるように同期する必要があります。で、これについては今回触れる時間がありませんので、47ページからのところを、参照してください。はい、こういうふうにですね、こういうふうにで、まあ、ええか。はい。僕はですね、同期するのがめんどくさくって、最初から外付けマイク、ビデオカメラに外付けマイクをつけて、そのマイクを話者の手元に置いて、で、カメラはちょっと後ろ側に下がって収録するというのが好みです。そうですね。なので、あら。なので、まあ、これもそういうふうに撮ってますね。マイクは結構近くにあると。OK、これが、基本編ということになりますけども、もしここで質問がある方は、お願いします。スライドの方で、アプリケーションの方で、はいはい、質問が来てまして、はいはい、テキストに記入できる文字の種類について、実際に打ち込んでみる以外に、リストなどで確認できる方法はありますかということです。文字の種類。それはちょっと僕の方では発見、つまりローマ字とか以外ということですかね。そうですね。そうですね。でも基本的に IPA の文字とかは全部ユニコードに入ってるやつだと大体いけますよね。いけますね。基本何でもいけますね。なので、ユニコードで基本やっていると思いますので、ちょっと試して、僕が試してない文字もあると思うので、ちょっと一回やってみていただいて、で、それでちゃんと表示されるか、それで、保存して再生したときにもう一回ちゃんとできるか。で、もう一つはエクスポートして、この話は後でやりますけど、エクスポートして、印刷するときに、テキストファイルになるときにちゃんとテキストファイルで表示されてたらちゃんとできていると思いますので、エンピリカルにやっていただければなというふうに思います。はい、補足ですが、今、イランの EAF ファイル開いてみたら、ユニコードで保存されてるみたいなので、はい、ユニコードの文字だったら使えると思います。ありがとうございます。だそうです。他に何かございますでしょうか。
一応ここが一つの区切りということになります。ここから、皆さんで最大の山場に登るということになります。はい。ではですね、次のところに、ね、参りたいと思います。で、ここまでは直感的にできるということは理解していただけたんではないかなというふうに思いますね。で、次に注釈層の階層化というふうに、一番最初にお見せしたように、話者を2人作る、2人、3人、4人作るっていうのができると同時に、一つの話者の中で書き起こしの層と、まあ、例えばフォネティックなトランスクリプションと、オーソグラフィーのトランスクリプションと、トランスレーションと、とか、まあ、いろいろできるわけですね。で、まあ、それをどういうふうにやっていくかと。で、それをさせるため、それを可能にするために、イランがどういう仕組みを取っているかということを、解説したいというふうに思います。はい、例えばですね、話者 A さん、B さん、2人のやり取りのデータについて、以下の種類の書き起こしを行うこととすると。つまり、当該言語の書き起こしが一つ必要だなと。で、A さん文の書き起こしでテクストアットへ A さんの、アタランス、B さんのアタランスの層をまず作りたいな。で、それぞれに対して英語での訳もできしたいな。例えばその層の名前をですね、層の名前っていうのは何を指しているかっていうと、ここ、アタランスとかですね、イロカンヌとかイングリッシュとかノーツとかになってますけど、こういう名前のことですけどもね。英語での訳を作りたいなとか。で、その書き起こししたやつを語ごとに分割したそうで、それに対応するグロスをつけたいなと。ね。で、参照番号、発話の1個目と2個目と3個目と4個目っていうふうに、参照番号もつけたいなとですね。いろいろあると思います。で、まあそういうふうなことをやるためにどういうことが必要かと。ね。で、まずですね、3種類、1、2、5種類か。はい、まずタイプが5種類ありますね。で、それを5種類のですね、いわば抽象的な鋳型みたいなのをまず言語タイプという、タイプ、層のタイプとして鋳型を作っとく必要があります。で、これが言語タイプというふうに呼ばれて、ここをこういうところで設定すると。で、まずそういう抽象的な鋳型を作ってしまいます。A さん、B さんに関わらずね、抽象的な属性の束みたいなのをまず作ります。で、それをもとに具体的な注釈層、ティア、A さんのアタランスだとか、B さんのアタランスとか、A さんのトランスレーションとか、B さんのトランスレーションみたいなのを作成する。この2つの手順を取らなければいけません。で、この注釈層の具体的な名前っていうのは表面に出てきているんで、よくわかるんですけども、その抽象的な属性の束、言語タイプと呼ばれるものは裏に潜んでいて表面では見えてこないので、これをちょっと無視しちゃいがちなんですね。だけどこのまず言語タイプを正しく設定して抽象的に鋳型を作ると。で、それから具体的な注釈層を作っていくと、この2つの段階を踏むということが非常に重要になります。で、具体的にですね、言うとどういうことになるかというとですね、こういうことを作りたいというふうなことをしたいと思います。どういうことか。まず、こっち見てください。注釈層の作成。注釈層でどんなことを、やりたいかっていうと、まず、アタランスの層を作りたいと。で、ここで、例えばその選択範囲をクリックして、私は木本幸織です、みたいなやつを作るということですね。で、それに対して同じ時間軸に依存させてトランスレーションの層を作りたい。で、この場合には、
上位中軸層っていう風なのは後で説明しますけども、時間軸は同じ時間軸に沿わせて、言うたらこの下のやつは全部金魚の糞みたいに、こっちがの時間が動けばこっちもあの何あの注釈の時間ガガガガッと移動させるみたいな、言うたらこれが全部金魚の糞みたいについてくるということになります。でその金魚の糞の一つ目はトランスレーションですね。で金魚の糞の3つ目は誤分割するそうですね。これも誤分割するんだけども、このテキストの位置が間違えたっていう風に、この注釈をちょっと横に1センチ移動させたら全体が移動させるようにしたい。でその語に関するグロースで、さらに、この発話の、参照番号、例えばアルタ0015の1とかね、まあ、そういうのを作る。で、これが話者2人分いるという、こういう層を作るということになります。で、ここでトリッキーなのは、この語分割というのは、自動的にここの発話からスペースを読み取って、均等幅で割り付けるという作業を後で行います。なので、これ自体は均等な幅で区切っているだけで、時間の指定はここではやりません。やることもできますけども、非常に面倒くさいっていうか、一個一個ね、聞きながらやらないといけないので、一応もうここは時間軸の最初と最後を設定するけども、それぞれのグロスのここから何の単語が始まるかとかっていうのは、もう自動でこれは、均等幅で割り付けるっていうやつをやります。で、さらにそのグロスっていうのはそれに単に依存するだけなんで、ここからさらに語分割をパキッとやる必要はないので、これにワードの層にグロスは依存する形になります。でこういうのを作るのにですね、実際どういうことをやるかということですけども、まあちょっと例見てみましょうか。はい、今の、まあ、今日の目標はこれを作るということなんですけども、まさにこれですね。まずテキスト。15分間無料で喋れるんだそうです。まずテキストの層があります。で、それに対して依存的な、トランスレーションの層があります。で、これを スペースを認識して語分割をした、層があります。ちょっと字拡大しよう。で、さらにそれに対してグロスをつけると。で、これは、テストっていうファイルの5番目の発音で、テスト05っていうふうに。まあ、これも自動でつけられます。で、これを階層関係を見ると、まあ、もともとですね、これは、多分こういうふうに見えてる場合には、ちょっと階層関係が分かりにくいので、この辺を右クリックして、注釈層の並び替えから、階層ごとに並び替えっていう風なのをちょっとクリックしましょう。すると、何がわかるかというと、まず一番親玉の注釈層がテクストアットアルファであるということは表示されています。で、それに依存するようにトランスレーションっていう層がここに依存していることが見えてます。で、さらにテクストにもう一つワード語分割も依存しているということが示されています。で、これをさらにこの四角はそれが何かの上位注釈層であることを示しているんですけども、そのワードを上位注釈層とするグロスという別の従属的な注釈層をここに書いてあります。で、さらに ID っていうのもテキストを親玉とする金魚の糞としてここに書かれている。まあ、こういうふうな注釈層を作りたいということですね。で、まあ、図示したらこういうふうになります。で、これは A さんの文と B さんの文を作るということです。で、これを作るには、まず言語タイプ、属性の束、抽象的な異型を設定するということになります。この場合は5種類ありますんで、
5種類の言語タイプというものを作成するということになります。具体的には何をするかっていうと、もちろんテクストっていう名前の言語タイプ作ります。 E 型です。トランスレーションっていう E 型です。ワードっていう E 型ですっていう、この言語タイプの名前を設定した後に、典型的な属性であるステレオタイプというミスリーディングな名前の、これを何かから選択する必要があります。ここが一番重要ですね。まあ重要度の1個目かな、3つぐらいあるんだけども、これを設定するのが非常に重要です。まずこれを何にしたら、上位駐車室がない、つまり親玉のボスのそれだけで時間軸が設定できる、注釈層のための言語タイプということになります。なので、ステレオタイプは0、None。で、属性の束の2つ目の、トランスレーションはですね、上位注釈層に時間軸を従属させなければいけません。なので、その時にはシンボリックアソシエーションというのを選んでください。これは上の時間軸にそのまま、沿わせますという、それ単独で時間軸の設定はできませんというですね。で、次。次はですね、ワードのステレオタイプはシンボリックアソシエーションにしたら単にそれを分割せずに同じ時間軸を継承するだけになるので、シンボリックサブディビジョンっていうのを使います。こうすると勝手に均等に単語が注釈がある分だけ幅が自動的に決まって、4個ないし5個の注釈層がその内部に勝手に分割されて出てきます。例えばこういうことですね。これは3つの単語があるのでシンボリックサブディビジョンっていう言語タイプを選ぶとこういうふうに分割してくれます。ここ例えば注釈層をもう1個増やしたいと思ったら、こういうふうに4つになったら自動的に時間軸がずれる。これは時間軸の情報を持たない。5つ。こういうふうにですね。こういうふうにできると。で、こういうふうに均等に分割、ここの時間軸の情報を継承して、かつ、サブディバイドするっていうのがシンボリックサブディビジョンというステレオタイプです。これは言語タイプの中の設定にこういうのがあります。で、グロスはこのワードのやつを単に継承したらいいだけなんで、さらに5分割するわけではない、さらに細分化するわけではないので、これを親玉とするシンボリックアソシエーション。だからこれを親上位注釈層とする、これ、シンボリックサブディビジョン、シンボリックアソシエーションです。で、ID はこれとさっきと一緒なので、シンボリックアソシエーションということですね。ここだけ注意ですね。ここだけシンボリックサブディビジョン。あとはシンボリックアソシエーション。上の時間軸を引き継ぎます。ということを設定するんですね。で、それが終わったらですね、これは単にこういう属性の束にしますっていうだけなので、実際にどの層に依存させるかっていうのは、この注釈層の作成で行います。これはあんま表示されてないな。注釈層の作成で行います。で、まずですね、この注釈層の作成で、することの一番重要なのは、何がこの注釈層の上位注釈層、何に依存させますかっていうのをここで指定しますでしょうか。で、この場合は上位注釈層をテキスト@A っていうのに従属させますというのをここで書き込んでいきます。まあ選択します。上位注釈層何しますか？なしです。この場合はね。これ上位注釈層何しますか？これです。で、言語タイプは何ですか？これはトランスレーションのやつですとかですね。で、これはこの場合は上位注釈層は何ですか？この場合もはテキストからです。で、それで、ステレオタイプは何ですか？シンボリックサブディビジョンですとかで言ってですね。これを2つ、こういうふうに選んでいくとですね。で、グロスの場合にはどうしますか？このグロスの層はまず文字、グロスアップ、GLS アットアルファという名前です。上位注釈層は何ですか？はい、ワード。この注釈層が親です。で、上位注釈層はこれを選ぶ。
ほんなら、次に、じゃあ言語タイプは 何の言語タイプの実現形ですか？はい、これは GLS という言語タイプの実現形として作りたいですと、ね。こういうのを作っていきます。はい、次 ID は、まず名前を打って ID at A っていうのを作りますと。で、これは上位事象は何ですか？はい、一番上のこのテキスト A です。はい、じゃあ、何の言語タイプの実現形にしたいですか？ID、これの実現形です。まあ、こういうふうなのを作っていくということですね。はい。はい、ここが一番今日の、山場です。じゃあですね、上の表にあるように、これを参照してですね、皆さんでまず言語タイプを作って、それから注釈層を作るということにしたいと思います。で、これは、話者は A を作ったら、これをコピーして話者 B 作れるんで、まずこれだけやるということですね。なので、手順としては、まず言語タイプを作ります。で、その次に話者 A の注釈層を具体的に作っていきましょうということをこれからやりたいと思います。はい、それではですね、もう一回新規作成をしたいと思います。ファイルから新規作成。で、Add Media File。で、作業用フォルダのところを選んでください。で、OK。で、ファイル名保存。まあ、この場合、テストジャパン0988の2としておきましょうか。はい、それではですね、デフォルトというやつはそもそも使いません。まずじゃあ皆さん、ご自身のファイルのをいじる前にですね、この私の方を見ていただけますでしょうか。まずデフォルトという注釈層は使いませんので、注釈層を削除します。まあ、これやってもやらなくてもいいです。これまず削除しますね。はい、なくなりました。何も書き込みません。新品サラサラです。では、まず言語タイプの設定をしていきたいと思います。新規言語タイプの追加から、言語タイプ、まずテクスト。で、ステレオタイプ、従属させないので、なんで追加。次、トランス。ステレオタイプはシンボリックアソシエーションです。で、追加。そうしたら時間調整が可能でないというふうなとこ、ここにチェックマークがつきますね。次、ワード。ワードっていうのはテクストからサブディバイドしますんで、シンボリックサブディビジョンで追加。これも時間調整はできません。で、ごめん、デフォルトの言語タイプも削除しておきましょうか。はい、ややこしいんで。はい、次、ワードのグロスは、ステレオタイプは、ワードのシンボリックアソシエーションです。追加。で、これも時間調整できません。で、最後に ID で、シンボリックアソシエーションです。追加。はい、これも時間調整ができません。はい、じゃあ皆さん、ここまでやってください。もしデフォルトを削除した場合には、追加っていうところではなく、削除っていうのが同じウィンドウのところにありますので、そこで削除してください。もう一回ゆっくりやってください。はい、どこからでしょうか。テクストの追加からお願いします。はい、じゃあもう一回いきます。そのさっきのファイルでいいんじゃないですか。え？あ、さっき開
開いてたファイル、あ、でも、いや、でもそれぞれですね。あれね、あの、日本語も書いてあるんで、ちょっと後でややこしになるんで。ああ、そうなんですね。はい。今度はローマ、ローマ、あ、ローマ字でやるんで、で、そうしたら5分割ができるんで、ちょっとローマ字でやりますね。なので、ちょっと別のファイル。まず、言語タイプ名、テキスト。で、ステレオタイプ、まあ、この情報ですね、ステレオタイプなし。なし。で、追加。はい。ほんなら、ステレオタイプ何もないやつは時間調整可能。つまり、注釈を、それ自体の注釈を動かせるということですね。次、トランス。まあ、トランスレーションっていうふうに何でもいいですけども。ステレオタイプをシンボリックアソシエーションにします。ここですね。シンボリックアソシエーション。そしたら、ここ時間軸の調整をすべて上位注釈層に依存しますということが、あの、情報としては書き込まれます。追加。はい。時間調整ができないということになっています。で、なるワード。ワードはシンボリック、サブディバイドするので、シンボリックサブディビジョン。時間調整できません。グロス。で、シンボリックアソシエーションです。ね、シンボリックアソシエーション。グロス。ID も同様につけてください。これって要するにそのシンボリックアソシエーションとシンボリックサブディビジョンのステレオタイプしかないので、はい、ステレオタイプを3種類にしたらダメなんですか？どういうことでしょう？で、もう企業側がです。企業でマックス・プランク側がってことですか？いや違います。このステレオタイプを作るときに、はい、一番上に来るステレオタイプ何のやつと、あとなんかそれに依存してるやつみたいな、はい、っていうか、あの、まあ、本ではそうしてたと思うんですけど、よくご存知で、はい、あのね、それはちょっと僕の方針変換っていうこともありまして、それは何かっていうと、検索をするときに柔軟的にね、あのトランスレーションだけを検索したいとか、話者のアット A とかアット B に関わらず言語タイプだけで検索できるんですね、うんうんうん、なのでグロスの言語タイプがあればそれに該当するあの全部を検索してくださいみたいなのができるんで、従属注釈層を一括してあの言語タイプをやっちゃうとそれがちょっと難しくなるんですね。なるほど。言っとることを通じとるかな難しいですよね。まあ、検索の時に楽になりますね、こっちの方が。はい、わかりました、はい。まあ、この図が結構ややこしくって、この図の意味を理解するっていうのが、あのイーランという山登りの、あの3合目から6合目までの一番重要なところだと思いますので、うんうん、皆さんこの図の意味を理解するということを心がけてください。まず言語タイプという抽象的な属性を定義する。で、それの実現形としての注釈層を作成すると、こういう手順を取るということですね。はい、ではできましたでしょうか？僕はまだできていません。やります。はい。で、ポイントです。はい、閉じてください。まだ何もできていません。なんででしょう。それは具体的な実現形である注釈層をまだ作っていないからです。なので、言語タイプって目には見えないんですよね。目には見えないので、ちょっとそのトリッキーなんですね。だけど言語タイプをまずここでしっかり定義してやるということが目に見えないんだけど結構大事です。はい。じゃあ、具体的に注釈層を追加して、作っていきたいと思いますんで、ちょっと私のディスプレイに、注目してください。
はい、はい、スライドの方で、別の層の削除はできたのにデフォルト it の層の削除はできませんでしたということなんですが、はい、一番プラクティカルな答えを言うと、置いておいてもらっても全然構いませんということですね。置いておいても構わない。で、削除する場合には、まずその言語タイプと注釈層どっちも削除する場合に、その実現形があるのに、言語タイプから先に削除しようとすると、できないって言われます。なので、具体的な実現形である注釈層をまず削除してから、それから抽象的な言い方である言語タイプは、もう、確かにもう使われてませんね、分かります、削除します、みたいな感じで削除するので、その順番が問題になっている可能性があります。いかがでしょうか、どなたか分かりませんが、それで解決したらいいんですけども。はい。はい。わかりました。まあ、これよくあると思います。確かに。削除できない。はい。じゃあ次、注釈層を作っていきたいと思います。注釈層の新規追加というところをクリック。ちょっとまず私の画面見ていただきましょうか。注釈層の新規追加というところから具体的な注釈層を作っていきます。新規追加。で、注釈層名、まずここからいきますね。テキスト @a から作ります。テキスト @a が名前ですね。まあ、話者情報、まあ、A さん。で、注釈者、キモとユキノリ。まあ、これ、YK。まあ、これ全然書かなくてもいいです。はい、次。上位注釈層は何ですかって聞かれます。上位注釈層ありません。なので、ありまへん。で、ほんなら言語タイプ次なんですが、言語タイプはテクストの実現形なので、言語タイプはテクストです。はい、その通りになってます。はい、追加。あ、ほんじゃ下に追加されました。やっと実現形が出てきました。っていう感じになりますね。はい、じゃあ皆さん、じゃあテクスト @a を作ってみてください。はい、それでは別のやつも作っていきたいと思います。注釈層名、次はトランス @a。で、上位注釈層はテキスト @a です。見えてますね、幸運にも。ここクリック。で、言語タイプはトランスですね。はい、で、追加。じゃあ順番にこれに従ってつけていってください。上位注釈層はここに今書いてあります。で、言語タイプはこれに対応するやつを言語タイプを指定してください。これはね、ミスりやすいんで、丁寧に確認しながらやってくださいね。で、話者 B の注釈層は別に作らなくてもいいです。後で複製できますんで。間違えたらどうすればいいですか？間違えましたっていうことがあったとしますね。例えばね。ほんなら、ここで、削除をするか、ここですね。削除をするか、もしくは、軽微なミスの場合、この変更で属性を変更してくださいね。
じゃあ僕も作っていきます。はい、じゃあ、ここまで皆さんできますでしょうか。ちょっとこれだけでは階層関係が分かりにくいので、私はここの辺を右クリックして、なら階層ごとに並べ替えしておきますではですね、 A さんのやつ、もしもし、ちょっと書いていきましょうか。ちょっとローマ字で書いてください。もしもし。というのは、グロスに分割するっていうやつをやるんで、けど、もしもし。けど、まあ、これ1個ぐらい作っときますか。まあ、こういうふうにできるということですね。こういうふうに手動でもできますと。まあ、これ単語1個なので、こういうふうに手動でできますけども、まあ、こういうふうにできるということですね。はい、それでは和写の複製をやりたいと思います。もちろん手動でこういうふうにやってもらっても構いません。あ、手動で、注釈層を追加してもらっても構いません。しかしちょっとミスる可能性がありますので、注釈層をコピーしましょう。はい、注釈、じゃあここの、画面に注目してください。注釈層から Add New Participant を選んでください。Add ですね、ここですね。クリック。で、ここでやることは、このいっちゃんケツについてる文字を A から B に変えなさいっていうような処理をしてもらいます。でしょうか。specify the new participant。 B さんのやつを作ります。で、サフィックスに A がついているので B に変えてください。これだけですね。で、 OK を押したらいいですね。話者の名前がケツについている場合はサフィックスというところの A を B に変えるというふうにやります。で、A のテキストとか言って、 A が頭に来ている、話者の名前が A に来ている場合にはプレフィックスって選んだらいいですね。 OK を押したらボヨンと作成されるはずです。ですか。はい、できましたね。これでミスなくできるかなというふうに思います。はい、もう一回やりますね。もう一回やりますので、ちょっと今ついてこれなかった人はもう一回見てください。注釈層から新たな参与者を追加。で、このテキスト A から始まるこの束について B さんを追加したいので、一番ケツについている文字である A を B に変えてくださいっていうふうにやります。こんなできますね。はい、どこまで行ったっけな。でもこの辺全部済んだな。和紙の追加テクニック。はい。はい、それではですね、階層化された注釈層がもうできましたんで、あとは皆さんの方でいろいろ自分で手作業で、書き起こしができるようになっています。で、しかしですね、誤分割とかっていうのは自動でできる方法がありますので、ちょっとそれについて解説していきたいというふうに思います。階層化された注釈層でも手動のテクニック。一つ、自動で単語分割のテクニックというのをやりたいと思います。
例えばこれでね、これでねっていうのをこれでねと、ちょっと字がちっちゃいので拡大します。これでね、これでね、こういうふうに打ったとします。いいでしょうか。で、with this service。まあ、こういうふうにトランスレーションを打ちましょうか。で、これで単語が3つあるので分割してほしい。これ分割自動でしてくれます。まず、まあ、手動でやりましょうか。まず、ここをクリックして、これってやりますね。で、次に、これは難しいんだ。なんだ。手で覚えているから、こういうふうに追加してですね、これは なんで追加するかっていうと、注射の削除。まず、これっていうのを打った後に、これを右クリックして、これの後ろに新規注釈を追加っていうところを押してください。ほな、ポコッともう一つできます。ちょっとやってみてください。これはシンボリックサブディビジョンだからこういうことができます。はい、じゃあもう一回いきますよ。じゃあ、まだお分かりじゃない方はもう一回画面ご覧いただいて、でのところで右クリックをしたら、前とか後ろに新規注釈を追加というのがあります。で、この場合、ねえを追加したので、後ろに注釈を追加。ほんなら、ねえっていうのが打てるとですね。で、これに対応するグロスをちょっと打っていきますか。グロスは自動で打てないので、this。超絶荒っぽい。ファイナルパーティクル。これがしとく。はい、こういうふうに打つということですね。はい。まあ、こういうふうになっていくとですね。はい、じゃあこれを自動でやりたいというふうに思いますので、元に戻ってください。Alt Z、コントロール Z ないし、コマンド Z でちょっと戻っていってください。もしくは注釈を削除してください。右クリックして。自動でやる方法をやってみたいと思います。戻れましたかね？戻るを押していったら、このワードに何もついてない状態にもう一回戻っていただきたいと思います。はい、じゃあ自動で分割する方法に行きたいと思います。まあこれ3語しかないから全然感動がないんだけど、行ってみましょう。注釈層から注釈層内の文字列分割。というところをクリックしてください。そしたら何のデータをもとにどこに分割したものを作りますかというのが出てきます。ここではテキスト @A の情報をもとにしてそのスペースを認識して分割先にのワード @AA という注釈層に誤分割してほしいというのを作りますね。で、分割する区切り文字スペースキーで OK です。で、それで開始を押したらできました。ですね。まあ、ここまでですね。やる人少ないと思いますんで、もうオプショナルですね、この辺までいくとね、ワードで5分割でグロスを打つところまでイーランでやるかどうか、しかし、まあ、ここ、一応、そういう人もいると思いますので、やりますね。はい、次、じゃあ、これでできるということですね、自動でね。This。
で、この辺は自分で打たなあかんと。はい、ここまでいった。単語分割を修正。はい。はい、注釈層内の文字列分割のボタンを押した後にですね、分割先の注釈層を選ぶと思うんですけれども、そこで、ポップアップっていうんですか、そこでワードの層が出なくてですね、はい、なんでここですか。そうですね、そこに今テキスト@A とテキスト @B しかなくって、はい、なぜなのかな、どうしたらいいですか。ですね、それはこの階層関係が十分に設定できてない可能性が高いです。一つの可能性はこのワードの上位注釈層がテキストになってないというのを考えられる。なってなかったです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。でもう一つの可能性言っときますと、もう一つの可能性はシンボリックサブディビジョンで設定できないですね。シンボリックアソシエーションとかにしているとサブディバイドもちろんできないので、これが効きません。はい、あとスライドの質問で、注釈層の色分けが同じように表示されてないんですが、どうやって変更できますかっていう質問です。ここですかね、多分。はい、それは知らんな。注釈層の名前の色分け、わかりません。もしかしたらこれは Mac と Windows で違うのかな。今やってみたんですけど、注釈層の、一番上の注釈層を選んで、注釈層の設定変更っていうのがあると思うんですけど、はい、上のファイルとか編集とかっていうところの、その注釈、そうですね、そこの注釈層の特性変更ですね。はい、それで、他のオプションのところで、色が変えられるみたいです。素晴らしいです。ありがとうございます。すごいコミュニティですね。いろんな人がヘルプで対応していただける。はい、ありがとうございます。じゃあですね、何が残っているかな。自動番号割り付け。はい、これいきましょう。はい、これは、何かと言いますと、これ何個か作っとかんと面白いね。まあ皆さんはいいですけど、こっちではちょっと何個か注釈層を作りたいと思います。はい。うん。15分間無料で喋れるんだそうです。複数できました。で、これにですね、どういうことをやるかっていうと、こういうのを作っていきます。こういうのね。こうやつ。発話番号ですね。これがあって、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 これがあってっていうやつを、まあ、作りたい方もいる。例えば、論文で実際の発話の番号を参照する場合とかですね。これやっていきましょう。はい、イーランの180参照してください。で、まあ僕は最近はもう発話番号いらんのかなって思ってるんですよね。例えばその時間の目盛りを実際に書くっていう引用方法でも十分特定可能なので、それだけでもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあだけどこれどうせできるんでやってみましょう。はい、まずですね、この ID の A と ID の B のところにやるわけですけど、まずここに、自動で割り付ける前に空白のアノテーションをやっとかないと、ダメです。なので、だ、手順としてはまず ID at A、ID at B に空白のアノテーションをこういうふうに自動で作って、で、そこにですね、注釈に標語と番号をつけるっていうところで、自動割り付けを、割り振りを行っていく。そういう手順になります。
ではまず、アノテーションの空白のアノテーションを作っていきましょう。注釈層の英語でしかないですけども、Create annotations on dependent tiers っていうところを選んでください。そこで、何についてやりますかっていうことですけども、上位注釈層をまず選んでください。テキスト A と、今僕の場合はテキスト B も あるので、テキスト B を選択しますね。皆さんは今、アノテーションが1個2個、テキスト A についてあると思うので、テキスト A だけ選んでもらったらいいです。で、次へ。で、ここでは実際に ID の A と ID の B に対して、空白のアノテーションを作りたいので、それで終了。ここを選択して終了したら、空白のアノテーションが ID のところにできるはずです。はい、ここにできました。できました。できました。ID の A のところにできます。で、これを踏まえて、ここに、標号と番号をつけるという、ここからやっていくということです。で、皆さんの場合には、テキスト A だけですけども、話者が複数いて、アノテーションが複数の、話者に、分離している場合にはですね、一つだけじゃなくて、複数の注釈層に、番号を振りたい。いうことになりますので、複数の注釈層を選びます。で、ここチェックマーク外します。テキストアットへのところをいらないので、ここまずチェックマーク外します。で、ID の A と ID B にも、アノテーション2つは ID B。で、ここにレビューが表示されてますので、こういうふうなのができますというふうになりますね。で、例えば、これが、ファイル名が何だったか忘れましたけど、なんか、ジャパンみたいな感じの、テスト、ジャパン0988。まあ、こういう音声ファイルですんで、これの1番とかいうふうにね。こういうふうなのを作りたいですね。ここでレビューされますけどね。まあ、ファイル名を打って、ノーみたいなの、ここ、まあ、ちょっと今回ここでやりますけども、ノーみたいなのを作ったら、あとは自動で1番から上がってくれますので、で、区切り文字を挿入はオフですね。もうここに区切り文字みたいなの入れたので、ここオフ。で、OK を押してください。ほんなら、固有の発話の ID がここにできたということになります。よいしょか。はい。まあ、これ辺が今日やる内容でしたんで、一応、内容は抑えることができました。ちょっともう一回ですね、復習をしときたいと思います。一番大切なのは、言語タイプと、注釈層を、しっかり認識するということが一番大切です。これですね。だからまず言語タイプでステレオタイプを選ぶということですね。ステレオタイプっていう名前は何とかならなかったのかと思いますけどね。言語タイプっていうのもちょっとよく分かりませんね。今、英語ではですね、リンギスティックタイプがをやめてですね、ティアタイプっていう、もうちょっと誤解の少ない表現になります。日本語では言語タイプって書いてありますね、まだね。言語タイプをまず、どういう属性を付与するかっていうのを作ります。で、それに応じて具体的な注釈層を作っていくというような手順になります。で、その他ですね、まあ、便利な使用法としてですけども、私はそのグロスを振るときにどうしてるかっていうと、全部手作業でやるのめんどくさいので、こういうふうにしてます。まあ、これはもうオプショナルな話なので、グロスを振る
ことをしない人は、あの無視してるんで結構ですけども、これでねっていうのがありますね。で、これの、コピー、アノテーション、フロムティアとティアで、あのこのワードの内容をグラスに、コピーしてしまいます。これで、これでですね、検索を置き換えでも頻度の高いやつは、ワードの A か。あ、違う、グロスの A か。で、みたいなんがあったら、何 ?with で置き換えろみたいな感じにしたら、全部置き換わるので、こういうふうに全部該当するやつはね。で、そういうふうにします。で、最近もっとめんどくさくなってきたので、あの、elan ファイルの、あれは XML ファイルみたいな感じになってるので、もうなんかテキストエディターを使って、ぐーぐーって全部置き換えする候補、あ、置き換えする単語をリストして、一発でやるみたいなのやってますね。だんだんめんどくさくなってきたね。はい、まあ、そういうふうなことがありますが、まあ、この検索置き換えでやったら頻度の高いやつは全部で引っかかるので、それで やることをお勧めします。はい。じゃあ今日やった内容は以上ですけども、あの、一つ触れられなかったことがあったのを今思い出して、コーパスとして利用するのはどうしたらいいですかっていうことがあると思います。で、コーパスとして利用するときにはどうするかっていうと、まあちょっと見とくだけ見といてください。詳しくは、下に書いてあります。どこに書いてあったっけ？コーパス、ここに、書いてありますのでですね。ポイントはですね、検索にかけるファイル、フォルダ群を、ファイル群やフォルダをドメインとしてですね、定義することで、その中のやつを検索してくださいみたいなことができます。はい、詳しくは見て、また各自で後でやっていただくとして、ここで例としてやっておきます。検索から複数のファイルを詳細条件で検索というところです。まあ、いろいろあるんですけども、ここでですね、先ほど言った重要なのは、ドメイン、領域を指定するということですね。で、今、例えばあるフォルダーをですね、検索かけると。ここですね。ここのフォルダーに全部入っていますんで、このフォルダーを登録します。で、名前何にしましょうかね。elan テスト。みたいにして、ここから39のファイルを読み込みました。39もないの、なんだ。あ、これ2つあるでか。なんか僕の声が聞こえてくる。で、例えばここでナッパーティとか、調べたら、ヒットするということですね。一番単純な方法はこれです。で、これ、ここと、ここと、ここ。今、指示詞で言っているので、別の画面開いてる人全然わからない。すみません。一番シンプルな右側のやつと、真ん中と右のやつっていうのはどう違うかというと、順番に複雑になっていって、順番にいろんなことができるようになります。この真ん中の何かっていうと、どこのティアを検索しますかみたいなのを指定できるということです。いいですかね。なので、例えば、さっきグロスやったか。これで、みたいなのすると、引っ張ってくれるんですね。で、
これは、グロスのティアだけ検索したらこういうふうになるということですね。で、けど、これ、微妙に見にくいでしょ。何が見にくいかっていうと、何？それは何の発話の部分だっていうのはちょっと見にくいので、例えば、これは何できるかっていうと、複数の縦のティアをいっぺんに検索できたり、隣接する注釈とも一緒に検索できたりします。なので、例えば、まあ、これは A にしようか。ちょっと複雑になりすぎるので、これは E にしますわ。だから例えば、2つの隣接するティアをやったりとか、例えば、ジェニティブで、なっていう表現が含まれるもの。ちょっとレイヤーとかを減らしますね。なっていうのがワードに出てきて、ジェニティブっていうのがグロスの層に出てくるみたいなのを検索したら、ぴったり合うっていうところな。ぴったり合うで。はい、出てきません。なんでだ。はい、出てきませんと。これだ。ほんなら、なーで、ジェニティブみたいなのが出てくるということですね。で、ワードとグロスで一致していると、まあ、こんなんが出てくるということになりますね。まあ、これはそのグロスでめちゃくちゃいろいろアノテーションしないと出てこないので、あんまり使う場面はないと思います。実際にはこれだけでうまくいく場合が多いと思いますので、素朴な検索をする分にはもう十分かなというふうに思いますね。これダブルクリックすると元のファイル開きますよね。あ、そうですね。それが結構利点だったりしますよね。つまり音声は聞けるということですね。今音声ファイルないので聞けませんけども、ダブルクリックしたら元のファイルに戻ってですね、本当にそうなのかとかチェックしたりとか、ここからコピーペーストして論文に貼り付けたりというふうなことができますね。じゃあ、ここまでで一応終わりにしまして、あとはまあ質問があれば受け付けるということにしたいと思いますが、いかがですかね。はい、木本さん、はい、質問いいですか。グロスをつけるときに、まあ、いろいろ置換する方法で、XML で、エディターとか使って、一括置換みたいなことするっておっしゃってましたけど、その時は、はい、一括置換の場合は、Python とか使って、Beautiful Soup とか、なんか XML、パーサーとかありますね。ああいうの使ってやってるんですか？それとも、一つ一つ、正規表現でバンバンやっていくって感じですか？それともなんかエディターになんか一括でその正規表現でなんかリストがあって、どんどん置換できるようなものがあって、それでされてるんですか？僕は3つ目ですね。あ、そうですか。なんだっけ、一括置換できるやつがあって、ああ、なんだっけな、なんかそういうエディターもありましたね。これ使ってたかな、僕。あ、ミンの方使う。これで何ができるかっていうと、これ ELAN ファイルなんですけども、ここの、例えばその、まあ、どっかに、ティアタイプ、これはまあ違うんですけど検索で検索置換ダイアログで、まあいろんなことができるんですね。で、一括置換みたいなのができるんで、
僕はテキストファイルでその置換するリストを作っといて、ここに読み込んでやるっていうふうなことをやってますね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあいろんな方法があると思います。まああと ELANでやる必要がある人だけでいいと思います。こういうめんどくさいことは。僕はプロジェクトでその ELANで全部やれっていうふうになったのでそういうことをやってますけども、あの書き起こししてトランスレーションしてっていうだけでも十分かなというふうに思いますね。あとちょっとあの先ほどの置換するところはその XML のタグも全部入れてって感じですよね。選択範囲をそのワードのところ、あれグロスのところにして、で、何ちょっとここに書くけども、例えばなんかこういうふうにしたかな、確かね、これを、これに置き換えなさいみたいな。なるほど。あのタグの終わりと最初のこの書くカッコみたいなやつですね。はい、それで問題なくできました。わかりました。ありがとうございます。はい。なんかいろいろ方法を見つけてください。いろんな方法があると思いますので。わかりました。あと、まあ、一つ、ややこしいのは、パンクチュエーションが残ってしまうんで、グロスをつける場合にはまずそのワードの層からパンクチュエーション、つまりコロンとかコンマとかあのクォーテーションとかそういうのをまず置き換えでゼロにしてからこういう処理をやるとあの問題なくいくかなというふうに思います。はい、他に、質問ありましたら。はい、他のモードは使わないんですか？オプション、何でしたっけ、トランスクリプションモードとか、セグメンテーションモードとかありますけど、それはもうほとんど使わない感じですか？僕は最近あんま使わなくなりましたね。トランスクリプションモードで使うときもあるんですけども、アノテーション、普通のこの字の文とトランスレーションのときには使いますけども、なんか、このシンボリックサブディビジョンの時にうまくいかないですよね、このトランスクリプションモードって。なるほど。なのでもうなんかこれで十分な気がしていてあんまりやらないです。だけどトランスクリプションモードまあやる時もあるかな。まあ皆さん念のために言うと、まあ、あのこういう感じですね。あのトランスレーション、あテキストトランスレーションを交互にこうここでエンターを押したら次のやつに行くっていう感じのモードです。これのに関しては ELAN にも見てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、もし質問がなければ、あどうですか、あっちの質問投げ入れ箱の方は、なんか。あ、特にないですね。はい。じゃあ、もし、その、どうします？あと10分ぐらい開けといて、素朴な疑問があれば、対応して、一応、オフィシャルにはここで閉めるっていう感じしますか？はい。じゃあ、その、はい。シェアする必要ないようなちっちゃい質問とかが出てくる場合がありますんで、一応その10分ぐらいここ開けといて、オフィシャルにはここでじゃあ私からの、ELAN入門のお話を終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、質問の方では、そのもう一回この辺の話聞かせてください。話が早くってついていけませんでしたっていうのがあれば、お寄せいただければ、もう一回そこを復習したいというふうに思います。
なんか今、誰かおっしゃったかな。はい。はい。うまいこと分割ができなかったんですけど、あの、自動で分割するやつ。はい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 。でも、あの、なんていうんですか。シフトオプション N では分割できるので、多分、はい、このシンボリック。サブディビジョンはできる。はい、と思うんですが。すみません。じゃあ、中川さんの画面を共有していただけますかね。あ、私ね、ズームを iPad にしてて、で、わかりました。じゃあ、ちょっと、僕の画面でいきますか。はい、はい、すいません。ちょっと、ややこしいんですよね、あれが。まずじゃあ、言語、多分、上位注釈層が結構悪さしてる可能性があるんで、上位注釈層がちゃんとその直近のテクストになってるかどうかっていうことですね。つまり、ワードがテキストの親になってたらいいんですよね。はいはいはい。なってると思います。なってますか。こうですね。ワードになっていて。変ですね。なんでしょうね。元の注釈層、括弧上位注釈層はテクストアット A にされました。ちょっと待ってくださいね。今、あの、Mac から入り直します。はい。あ、他どうぞ質問ある人。どうぞ。あ、今質問いいですか？はい。今回扱ってないところですけど、ちょっと今いろいろ触ってみて、なんかインターリニアリゼーションモードっていうのが確かあって、はいはい、インターリニアリゼーションモードですね。それ今やってみてるんですけど、これってなんか、そのインターリニアライズするなんかパーサーみたいなデータが必要なんですか？なんかアナライズ、インターリニアライズを押しても。そうみたいですね。No analyzer configuration is selected as active for internalization って書いてるので。そうです。なんか、あの、それが必要みたいで、僕もそれはまだいじったことはないんですけども、はい。あの、歴史君はどうやら必要だそうですね。あの、溜め込んでおくやつが。で、それをもとに、あの、グロースをつけるやつを自動でやってくれるということです。なるほど、わかりました。いろいろ試してみます。その僕もあんまりイーランからフレックスとかに行ったり来たりがあんまり好きじゃないので、あのできればイーランで完結させたいなっていう思いもあるので、ちょっと勉強したいなと思います。うん。でもそのフレックスがインポートできるような感じでもないんで、ちょっとよくわかんない。確か、トゥールボックスとはなんか連携させるようなアプリもありましたよね。ああ、そうですか。トゥールボックスはそういうのがあった覚えがあるんですけども。まあ、どっちにしてもちょっと歴史コンというかが必要で、もしくはその自分が作った、その、あの、お手本のグロスみたいなのを読み込んで、それでそれをベースにしてやるっていうことも可能らしいですね。ああ、なるほど。じゃあ中川さんどうですかね。あ、はい、画面共有してもいいですか。はい。見えてます？はい。合ってますでしょうか。テキスト、はい、これでしょ。これの親が
親がこれ。今、なんか操作されてます？何もしてないです。はい。じゃあ、ちょっとティアのところをクリックしてもらいます。ティア。ティア。ティアから、チェンジティアアトリビューツ。黄色い線が。ワードいや、それはね、なくてもいけるんですよ。あ、そうなんですね。はい、あれ、なんか見えない。中川さん、あの、画面を共有ってした方がいいかもしれないですね。画面共有してます。あ、そうですか。なんか僕はそのウィンドウが、ポップアップウィンドウが出てこない、見えないですね。あ、そうですか。じゃあちょっと 全画面共有にしますね。はい。で、どうでしょう。はいはい。あ、見えない。はい。ちょっとじゃあそこを見たら。ああ、確かになってますね。ちょっとどこを押すか分かんなかったんですけど、これの？え、ティアですね、ティア。ティア？ティアの、トークナイズティア。あ、私そもそもここが間違ってました。はい。ああ。で、あ、こうですかね。はい。で、スペースをに、はい。どうぞ。いやいや、合ってます、合ってます。あ、できましたね。あ、いけた、いけた、いけた。ありがとうございます。私、こっちだと思ってた。はい、どうも。英語版と日本語版がね、あ、それの話もしたいですね。はい。ティアっていうの、言語タイプで全然違うっていう話はね。ティアのとこが言語タイプって書いてあるんですか？ティアは注釈層で、ティアタイプが言語タイプです。ああ。一個ずつずれてた可能性ありますね。なるほど。はい。じゃあ、これぐらいですかね。質問箱にも何にもないですね。めっちゃわかりやすかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。あ、19、20以外がいいです。はい。お願いします。